大将戦ですね。高広椿対、森リリース。The Wheel of Fate is turning。高広の名前がな。まだお兄さんだからか。レバーこれはどうだ。やれ。しょっぱいけど本人やらなか。レバーこれはどうだ。言えないような。どう。まだ。回っているのは。さあ高広側。なんだ。なんだ。ラッシュをかける。なんだ。追いつかない状態で捕まってしまうとちょっと厳しそう。今だ。母ちゃんを先行させて遠くからのワンコンボ。なんか画面にバウンドしなかったよ。うん、なんだ。声で暴れて。ここは考えた。これほどあれか。面白い。やった時の感が変わるとか。これなんだ。なんだなんだ。なんか塞ぎやすくなったそうで。次はレバーまだ戦うがバートスカップ画面始まるとするレドリューの後続に弾が刺さって一戦からこれはまだ残るけど最後の策となってしまうか小判だけもう一つしかし上の反応が早いこれがイザユニチキッチリ西で落として高広椿がコースを見せるバックスでボディでかけて面白いなんだリーさんが触って投げ飛ぶかず投げのカーブに対してしっかり逃げで暴れて飛び落として勝利をしたからここは落とさずきっちりワンコンボそんなこと動いてしまったのか椿のガトリックが刺さって弾を出してこれが壁側戦のバンドになるジャンプからピッチに拾ってバックステガリ落とさなければ終わってしまうでしょうさあ大将戦勝ったのは高広椿ですお兄さんだった